はい、梅です。こんにちは。どうもどうも。はいはい。というわけでですね、32周年の東京ディズニーランドやってまいりました。4月はですね、桜が咲いてからね、なかなか雨が多くてインパークできませんでしたが、本当に今日はいい天気で、はい、ミッキーもグリーティングやってますね。はい、今日はですね、4月から新しいグッズが発売になってるっていうことで今日は来ました。早速じゃあグッズの方をチェックしてみましょう。ではでは行ってきます。はい、早速エンポリアムやってきました。こちらですね、32周年グッズです。32周年ね、どういうコンセプトかなと思ったんですけども、今年ですね、トモローランドにステージエンカウンターができるっていうことで、32周年グッズはですね、やっぱ近未来、トモロー、宇宙な感じです。早速見てみましょう。まずはミッキーのヌイバーです。はい、こういう宇宙っていうか近未来イメージしてますね。そしてミニは、ミニも宇宙服なんだけどドットのスカートっていう、まあ、いつものクラシカルなミッキーミニがですね、こう宇宙服になってる感じですよね。なのでこれも宇宙服なんだけど、やっぱ塩ビ、ほら形は塩ビっぽいんだよねというですね、独自解釈のこのミキミニ宇宙服ですね。はい、こちらヌイバー、こちら1600円、はい、ミキミニどっちも1600円です。で、背中にですね、ちゃんと見てください、はい、背中にこのようにですね、32周年と入ってます。それとこちらはですね、スティッチのやっぱぬいぐるみガッチセットですね。スティッチだけじゃなくて、これなんだっけ、これちょっと名前ど忘れしたな。はい、こいつとセットになってて32周年って入ってます。で、2つセット売りですね。で、これお値段が、はい、1500円です。スティッチかわいいね。なんかね、触り心地もモコモコしておすすめです。あとちゃんと耳がピーンと立ってるのもいいね。はい、そしてですね、はい、こちら見てください。ペアのぬいぐるみです。ペアのぬいぐるみはこちらのぬいぐるみペアでセットで4500円になります。これかわいいね。あ、ちゃんとね、見て足の裏にも32って入ってます。はい、ペアぬいぐるみはシリーズになってるので、これは揃えたいところですね。はい、32周年グッズまだまだ続きます。こちらウォッシュタオル、35cm、34cm です。で、お値段が、はい、こちらは700円になります。柄はですね、ちょっとこれ分かるかな、はい、こういう柄になってますね。やはりこれも今度できるスティッチエンカウンターのアトラクションをデザインしたイラストです。そしてこちら巾着ですね。巾着もおなじみですよね。はい、巾着も700円です。はい、この柄が入ってますね。これね、後ろが面白いんで後ろ見ましょうね。はい、後ろこんな感じです。背景にあるのはこれトモローランドのアトラクションですね。はい、スタージェット、スペースマウンテン、グランドサーキットレースウェイなんかが書いてあります。はい、これ謎のスイッチの謎の言葉ですね。はい、そして T シャツです。まずね、色がちょっと変わってるね。グレー、ダークグレーっていう濃いグレーなので、これ結構ね、大人の人とか男の人も着られるんじゃないのかな。はい、これも大人用、子供がやります。大人用は2900円です。これすごい、見てサイズ 3L でかっ。お父さんも着れますね。子供用は2300円になります。はい、 T シャツでした。そして、あ、待ってね、 T シャツの背面見ようか、後ろとか肩とかね。あ、見て、やっぱほら
右横にですねワンポイントでスティッチが入ってますね。はい、 T シャツです。こちら色味が渋いので男の人も着られそうです。はい、こちら32周年のストラップになります。このストラップは3つセットになってるね。3つセットで1380円。あ、珍しいの、10円単位でこんな刻んであるなんて。はい、こちらちょっとね iPhone の人はつけにくいんですけど、なんとかつけるしかないね。でミッキーがいるんだけども、ステッチとミニはですねこのようにオプション扱いになっています。そしてこの横はピンバッジ。ピンバッジはミッキーとスティッチだけでミニちゃんはいませんね。1種類です。はい、おなじみ1000円ですね。そしてその横マグネット、マグネットもミニちゃんいないタイプです。マグネットは、はい、マグネットは750円です。そしてその下がですねおなじみ缶バッジ。缶バッジもねシリーズで集めてる人いるもんね。はい、缶バッジにはミニちゃん入ってます。はい、こちらは310円です。そしてそしてさっきちょっと動画で言った謎のスティッチ5、見てください、こちら。はい、なんて書いてあるのかな、サイトをチェック。そして QR コード。なるほど、なんかこれはメッセージっぽいですね。気になる気になる。はい、この QR コードをですね皆さん iPhone とかねスマホ持ってる人はおそらくスキャンできると思いますので、皆さんこの QR コードをスキャンしてみてください。はい、そしてまたトミカに出てます。スイッチのピックアップバーキー、ナギンオープンカーです。はい、こちら1000円ですね。はい、スティッチのトミカ1000円です。そしてそしてその下、そしてこちらは絵はがきです。絵はがきも32周年入ってます。お、見て見て、裏にもちゃんとスティッチが入ってますよ、ほら。はい、こちら200円になります。そしてこの横はですね IC カードステッカー、はい、スイカとかパスモに貼れます。2種類入ってます。2種類入ってお値段が、はい、900円です。900円。はい、そしてそしてこちらおなじみステッカーですね。このステッカーもねサイズ昔から統一されているのでずっと集めてる人もいるし、よく車に貼ってる人もいますよね。はい、こちらのステッカーが、はい、こちらステッカー300円になります。はい、そしてこちらメモ帳です。立てかけておけるんだって。初めて見たな、こんなメモ帳は。あー、見て見て見て、後ろに切り込み入ってて、山折り谷折りやると立ててデスクなどでお使いくださいって。なるほどね、立てれるメモ帳は初めて見ました。はい、こちらが400円になります。そしてこのまま5色ボールペン。すごいね、5色ってこれ何色なんだ。紫と黒と赤と青と、なんだか分かんない、ピンクのボールペン、なんだこれ、5色だって。まあまあとにかく、はい、紫、黒、赤、青は確認できました。普通ここは緑だろう。紫ピンクはちょっと区別がつきにくいですが、まあまあまあ。こちらが、はい、こちら850円です。そうだな、まあ、お得っちゃお得かもしれないね。5色入って800円です。そしてクリアファイルです。クリアファイルが、ね、オープン式ですね。ちょっと開けてみましょうか。はい、開けるとこうなってます。右のページにね小窓がついてて、この小窓こうやって閉じるとこうやって顔を覗くタイプになってますね。こちらが、はい、360円です。はい、こちらマグカップになります。マグカップはこんな感じで、はい、2015年4月15日って入ってますね。こちらは1100円です。容量わからないな。まあでも普通のマグカップよりちょっと大きいぐらいかな。はい、そしてその下がですね、見てください。じゃあ記念のスプーンですね。
これは初めて見たな。絵のところにイラストが入っていて、あとこの食べる具を乗っけるところにですね、32周年のマークも入ってます。これは実際に使えそうにないな。ちょっと記念スプーンですね。はい、こちらは1000円になります。そしてこの下パスケース、このパスケースはね、プラスチックですね。なんかね、布とかね、プラスチック、こういうプラスチックは初めて見たな。こういう指でこうキュッと押せるタイプですね。はい、かなりプラスチックです。こちら1600円です。そしてこの横、時計です。腕時計が8300円。時計もシリーズになってて集めてるって言ってますよね。はい、32周年グッズはこんな感じなんですけどもですね、ちょっとまだ隠れた32周年グッズもありますので、ちょっとこの後また報告したいと思います。今トモローランドに来てます。トモローランドのですね、32周年グッズ、ちょっとマニアックなものがありますので、こちらをレポートしたいと思います。はい、ではでは行ってきます。はい、トモローランドはですね、トモローランドテラスの横にあるこちらのスーベニアメダルコーナーなんですが、今こちらに来てます。ちょっとこちらを紹介したいと思います。はい、こちらのスーベニアメダルコーナー、どうぞ見てください。飲み物に3つ並んでるんですけども、まあ、いいスターですね。この横見てください。こちら32周年限定の柄があります。はい、こちらも隠れた32周年グッズですので、皆さんぜひチェックしてみてください。はい、完成品のこんな感じです。